もはや社会現象。ということで今回はボッチャロックの放送後人気がヤバすぎる件について話してきます。直近でもボザロ関連の動画を上げていたんですが、詳細にコメント欄で最近ボザロを見たっていうコメントは結構来ていて、普段からリアタイでアニメを見てるファン層以外のライト層にもボザロが広まりつつあるんだなと、最近コメントの方で実感させられました。これって実はかなりすごいことで、基本アニメに興味ない人とかってワンクール終わってからそのアニメを一気見する人が多い傾向にありまして、そういった普段からアニメを見ない層にもボザロが届いてることがボザロファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいですね。ということでここからボザロがどれくらいすごかったのか、まあ、そういった内容について話してきます。まずは動画の方でも話しましたが、円盤と CD の衝動売上、まず円盤の方が約 1.7万枚、これはやばいですね。ボザラは途中で円盤の品切れが起きてしまい、円盤を購入することができない人はかなりいました。なのでもし仮に売り切れていなかったら、もっと衝動は売り上げ出てたんじゃないかなと推測されます。次に結束バンドのファーストアルバム、こちら初週の売上は約 7.3 万枚、これもやばいですね。よくボザラが比較される同じキラーアニメでバンド作品の検温、こちら一期の時に発売した CD フォーカオティータイムの初週売上が 6.7 万枚ということで、なんとボザラがあの検温を超えるという快挙が起きてしまいました。それとですね、円盤と CD ってそもそも今の時代めちゃくちゃ売れにくいんですよね。昨今サブスクでアニメや楽曲のコンテンツを楽しむユーザーが多いので、正直円盤や CD が売れること自体稀で、その上ボザラは予想をはるかに超える売り上げを記録したということで、こちらが何よりもすごいんですよね。円盤の売り上げに関しましては、キラー作品だと KO の次に売れた、その作品のゆるキャンをついに超えてきたということで、こちらも快挙でしたし、他にもグッズ関連の売り上げは凄まじくて、ボッチちゃんのワイヤレスイヤホンが結構前に発売されていたんですが、こちらも相当売れていまして、今現在は40宇宙の準備を行われることが決まっています。ここまで売れるのは相当すごいですよね。イヤホンに関しましては、ボッチちゃんの音声ガイダンスを搭載したイヤホンなので、おそらくプレミア価格がつくレベルのものになるんだろうなと、そういった予想ができますね。他にもですね、漫画タイムキララマックスの爆売れとかもありまして、それも特典含めて転売されるレベルとなりましたので、当時僕も書店の方を探したんですが、本当になくてですね、ボザロがどれくらい人気なのかというのをこれで実感されました。そしてもちろん原作コミックスの方もめちゃくちゃ売れていて、アニメ化効果で12月だけで20万部売り上げを伸ばしています。いや、これもかなりやばいですよね。これも当時は売り切れ続出で、紙の方で購入することができなかったので、いや、ファンとしても嬉しくもあり、原作が手に入らない悲しさもあるという、まあ、制作側からしたらかなり嬉しい誤算だったのかなと思います。そして原作者の浜崎先生の反応もすごく面白くて、ボザロースに耐えきれないファンが集団幻覚に陥って、夏クールのリコリコの時のようにボザロもボザロ13話と、まあ、ネットでつぶやく人がいたんですよね。そしてその中になんと原作者浜崎先生もいるという、いや、かなり面白いことになっていました。ボザロはネットでもめちゃくちゃ話題になっていて、いろんなネタが流行ったりしたんですが、特にエンディングの北ちゃんの中指事件も原作者の浜崎先生は公認でしたし、こういうノリを受け入れてくれるというか、むしろノリノリだったので、そういうところもファンが喜ぶポイントでもあったんじゃないかなと思いました。ということで今回はボッチャロックの放送後人気がヤバすぎる件について話してきました。いや、ボザロ放送後も勢いがまだまだありまして、いや、未だに話題になることもあるという、もはや社会現象レベルにまだ至るような作品になったというのがボザロの現在地なんじゃないでしょうか。ボザロに関しましてはロスに陥って、今でも楽曲を聴いているくらいボザロは本当に好きになりまして、おそらく画面越しのボザロファンの方もボザロの曲毎日聴いてるような方もいるんじゃないでしょうか。まあ、ボザロはそれくらいの作品だったので、ぜひともね、続編の方を待っております。いや、本当にね、よろしくお願いします。今後もボザロ関連の動画に関しましては、新情報が出たりしたタイミングで動画をアップしたり、他にも作りたい動画がたくさんありますので、ボザロが好きな方はこれを機にチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でしましょう。バイバイ。